6月27日午前中の取引を終えました。東京市場は先週のブレグジットショックからひとまずはリバウンドというのが今日の午前中の動きでした。日経平均株価の午前中の終値は先週末に比べて207円22銭高い 15,159 円24銭で終えています。トピックスも先週末に比べて11ポイント上昇し 1215.58 で終えています。日経平均の上昇率 1.3%、 トピックスの上昇率は 0.9% でした。特に戻りが大きかったのは新興市場マザーズ指数でありまして、マザーズ指数の上昇率は 5.3% でした。先週末のブレグジットショックから東京市場ひとまずリバウンドというのが今日の午前中の動きでした。それでは日経平均株価のチャートをご覧いただきましょう。日経平均冷やしチャートになります。先週の金曜日はイギリスが EU からの離脱が決まったということで、このように大きな大陰線をつけて終えています。この先週の終値というのが年初来の安値を更新、 14,864円というところまで売られる場面がありました。この水準、先週の安いところの水準で日経平均の PR が13倍を割り込みまして 12.6 倍、ただ PBR の方は 1.03 倍と、こちらは1倍割れをかろうじて防いでいます。 PR の方、株価収益率の方が13倍割り込みますと、その次の日から反発するというのがこのところの傾向だったんですが、今日は反発はしていますけども、さすがに小幅反発と 1.3% 高にとどまっています。当のイギリスをめぐっては逆に国民投票をもう一回やり直すべきだと、そうした声も上がってきています。またイギリスだけでなく、フランスですとかオランダの EU 離脱派が勢いづいていると、さまざまなニュースが伝わってきています。このあたりヨーロッパ情勢の混乱は当面収束しそうにないと、そのあたりが株価の上値を抑えているようです。こうした中で売られている銘柄、買われている銘柄ありますけども、売られている銘柄、イギリス関連の銘柄がやはり売り物が続いています。この8586日立キャピタルです。日立製作所の関連会社でありまして、ヨーロッパ中心に金融事業を手掛けています。特にイギリスでは個人向けローンですとか企業向けの自動車リースなどを手掛けています。このあたりブレグジットで金曜日売り込まれましたけども、今日も引き続き金曜日に匹敵するような下げを演じています。今日は安いところで1775円と、今日は年初来の安値更新であります。金曜日1日では下げ止まらず、今日も午前中に金曜に匹敵するような下げを演じています。下落率にして 14.48% とかなりの下落でありました。一方で今日資金が戻り始めたセクター、外部要因にあまり関係のないディフェンシブセクターには資金が戻り始めています。建設株ですとか食品株など買われていますが、この2809キューピーであります。食品株の一角でありまして、しかも先週末に業績予想の情報修正を発表しています。このあたりが買い物を誘っているようです。キューピーはブレグジットの日に上髭の部分で3415円、年初来高値を更新しました。ただ金曜日終値ベースではさすがに下げと言っています。今日はそれをすかさず反発するような動きとなっていまして、ブレグジット前の木曜の水準と比べても今日の方が上にあると強い動きを見せています。午前中の上昇率は 6.6% で終えています。ブレグジットから一夜明けた東京市場ですが、ヨーロッパ関連は引き続き売り物にさらされ、逆にあまりヨーロッパと関係ない動きをする食品、建設、情報通信といったところの一角には資金が戻り始めています。以上、東証アローズよりお伝えしました。